赤ゼッケン1新極真会館千葉南支部第1回 JFKO 全日本大会軽量級準優勝岡崎春隆。白ゼッケン91七州会秋元弘樹。正面で主審でお互いで構えて始め。やめ続行は タイムです。構えて続行。赤注意です。やめ判定取ります。判定失礼しました。引き分けです。引き分け1、2、34、5、引き分け。判定の結果引き分けです。2分間の延長戦に入ります。構えて始め。
やべ。そこ。続行！やめ！続行！やめ！赤、1、2、3、4、押し、注意、1。赤、注意、1です。判定取ります。判定手分け1、2、3、4。赤。判定の結果4対0をもちまして赤岡崎選手の優勢勝ちです。この結果男子軽量級は岡崎選手の優勝と決定いたしました。